い、皆さんこんにちは、ももんがです。今日は前の1万円企画で購入していたモーニング娘。のピンポスを6枚購入したので開封していきたいと思います。もしよければ最後までご覧ください。開けていきます。じゃあ1枚目いきます。せーの、エリポン。エリポン、え、めっちゃ可愛い。すごい、これがやばいですね。めちゃめちゃ可愛い。よりかな、可愛い。いつも可愛いしか言ってないけど、ほんまに可愛い。同い年なんですよ、全然見えない。じゃあ2枚目いきます。まあ一応まーちゃん狙いではあるんですけど、まあ、春菜が出てほしいかなって感じです。せーの、あ、小田ちゃん。これみんなやっぱ衣装違うね。小田ちゃんの引きです。かなり可愛いです。私この髪型結構好きなのね。かわいい、小田ちゃんですの引きです。続きまして3枚目いきます。せーの、春菜出た。やった、春菜です。このね、分けてる春菜めちゃめちゃ好き。結構春菜出るね。私春菜出ました。めっちゃどんどん言ってごめんなさい。4枚目いきます。せーの、ちいちゃん。私結構ちいちゃんも出るね、やっぱり。なんか人によってこのメンバー絶対出るっていうメンバーいますよね。かわいい、ちいちゃん。これもすっごいかわいいです。ちいちゃんです。かわいい。ちょっとずつみんな服のデザインが違うくてかわいい。続きまして5枚目いきます。今んとこかぶりなし。せーの、はい、やだ、どうしよう。あ、小田ちゃんのより、これはコープした。やった、小田ちゃんのよりです。あ、より、あ、やっぱウェーブ強いな。小田ちゃんのよりめっちゃ可愛い。小田ちゃんなんかだんだん、なんていうの、お姉さんの顔になってきてますよね。前も色気あったけど、なんかまた違う、そのお姉さんの顔になってきて、すっごい可愛いです。じゃあ次、最後カイリーもちょっと出てほしい。あ、よっか、うーん、誰でもいいや、かぶらんかったら。せーの、あゆみん。あゆみんも私結構出るんですよね。やっぱあるよね、そういうの。あゆみんです。あゆみんの筆記になります。かわいい。このね、ツアー中のあゆみんこうやって下ろしてて巻き髪してたんですけど、本当にお姫様みたいで、すっごい可愛かったんですよ。よかった。私的にはまあ誰が出ても結局満足なんですけど、被ることがなかったのでもう本当に満足です。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。